シャーマン・ルイースは、アメリカ合衆国、ケンタッキー州、ルイビル出身のアメリカンフットボールコーチ。アシスタントコーチとして、これまでにスーパーボールで4回の優勝に関わっている。ミシガン州立大学時代は、大学最終年の1963年には90回のランで577ヤードを獲得。パスレシーブでも11回のレシーブで303ヤードを獲得。 ハーフバックとして、オールアメリカンに選出されるとともにハイズマンショの投票で、ロジャース・トーバック、ビリー・ロスリッチに次いで3番目の得票を得た。大学時代は、アメリカンフットボールの他に、陸上競技も行っていた。大学2年時には、ビッグ・テンカンファレンスのインドア大会で走幅飛び、300ヤード層の西木で優勝した。 1963年のカンファレンスの大会でも総幅飛びで優勝した。2001年9月7日、ミシガン州立大学のスポーツ殿堂入りした7人目の人物となった。1964年、1965年に CFL のトロントアルゴノーツでプレーした。1966年は AFL のニューヨークジェッツでプレーした。選手生活から引退した後、 母校のミシガン州立大学のコーチを1969年から1982年まで務めた。その後ビル・ウォルシュの下でサンフランシスコ・フォーティナイナーズのランニングバックコーチ、ワイドレシーバーコーチを務め3度のスーパーボール制覇に関わった。ナイナーズで彼が指導した選手にはロジャー・クレイグ、トム・ラスマン、ゼリー・ライス、ジョン・テイラーがいる。 1992年から1999年まで、グリーンベイパッカーズのマイク・ホルム・グレンヘッドコーチの下で、オフェンスコーディネーターを務めた。彼が指導した8年間で、ブレッド・ファーブは3894ヤードを獲得236タッチダウンを上げた。2000年から2001年まで、ミネソタ・バイキングスのオフェンスコーディネーター、2003年から2004年まで、 デトロイトライオンズのオフェンスコーディネーターを務めた。34シーズンコーチを務めていたものの2004年シーズン以降、アメリカンフットボールから遠ざかっていた。彼は2009年ワシントン・レッドスキンズのオフェンスコンサルタントに就任。シーズン第6週まで2勝4敗。1試合平均13.4得点で、リーグで下から4番目の平均得点しか上げていない。 レッドスキンズのダニエル・スナイダーオーナー、ビニー・サーラと GM の意向で、ジムゾーンヘッドコーチに代わって、チーム加入からわずか2週間で、オフェンスのプレイコールを担当することとなった。ありがとうございます。